さあこの PRD ヤバンティクラス今シーズンの4レース目を迎えてまいります。さあこのアバンティクラス今大会見事を言う、ポールポジションを獲得いたしましたのはゼッケンナンバー24番開幕ウィナードライバー、さあ久しぶりの優勝に向けてマシンに乗り込みました久野正志親方、横綱久野正志親方がさあマシンに乗り込んでおります。そしてその横2番手からのスタートがゼッケンナンバー14番です、原田カートクラブ笠井正信。そして2列目3番手からのスタートとなりますゼッケンナンバー1番、今シーズンここまでのランキングリーダー、ここまで2連勝を飾っておりますアッシュ渡辺亮。4番手スタートがゼッケン48番、チームパンサー川島秀夫。この4台で戦われます PRD ヤバンティクラス今シーズンの4レース目。ここ水波ではこの久野親方を先頭に決勝レースがスタートとなっていきそうです。そうだね、塩でも巻いとかないからね。ローリングラップへと入っておりますので、この後バックストレート付近で隊列を整えていくということになりそうです。さあ隊列がホームストレートへと降りてきました。降りのラインに収まってイエローラインを通過、ブラックアウト、スタートが切られていく。さあまずは1コーナーを抑えていった久野親方、親方を先頭に2番手笠井、3番手渡辺、3番手には川島です。3番手川島、渡辺は最後尾にドロップです。12周のこの決勝レーススタートが切られまして、まずはこのオープニングラップ、ポジションキープで戻ってきそうな久野、そしてその後ろ笠井、そしてポジションがこちらは入れ替わって3番手で戻ってきました川島、4番手の渡辺とオープニングラップを終えていく。さあ2周目、今度は3番手ポジションが入れ替わって渡辺が3番手、4番手川島という顔ぶれで再びホームストレートを戻ってこればレースは3周目。さあここまでトップ3は50秒2から50秒3というようなラップタイムに入っておりますが、1人ペースが上がってこない川島。通常1
石野シリーズ、石野サーキットでのシリーズでも PRD を戦っている川島ではありますが、石野の方では、独走で、ね、常にトップ争いを繰り広げているドライバーではあるんですが、ちょっとここの津波では苦戦が強いられております。そんな中、一方トップの久野は49秒台に真っ先に入れてきます。49秒938。後ろ葛西もぴったりとマークはしてはいるんですが、現在葛西は50秒021。さあ、このラップでは葛西も49秒台に入れてくることでしょう。久野に続いて葛西、そして渡辺も49秒台へと入れてきました。川島も自己ベスト、ここまでのベストで50秒5。さあ、全体的にペースが上がってくる中、ここまでのファーストスラップをマークしているのは3番手の渡辺亮、49秒672。現在レースは5周目に入っています。さあ、ここに来ましてレース6周目中盤へと差し掛かってきたところですが、ここで久野がスパートをし始めたのか、さらに自己ベストラップタイムを刻んできています。49秒876。2番手葛西との距離が少しだけ広がったようにも感じます。しかしセクター3では葛西が一気に久野に近づいてきた。さあ、ここで後ろ葛西が49秒646と一気にファーストスラップへと入れてきました。セクター2、セクター3で自己ベスト。さあ、これで再び葛西が久野の後ろに近づきます。土俵際うっちゃりに持ち込んでいこうかという葛西でしょうか。土俵際に追い込んでいこうという。さあ、トップ久野に対して後ろ葛西、さらには渡辺も近づいてこようとしています。さあ、トップ3の間隔が詰まってきました。レースは折り返し7周目終了、残り5周に入ります。さあ、葛西がファーストテストをマークすれば、後ろ渡辺亮が今度はファーストテストで応戦です。49秒5までファーストスラップタイムが詰まってきました。おっとっとっと、5コーナーのブレーキング、一気に前葛西に詰め寄っていこうという渡辺。さあ、ここまでのトップ3の各ベストタイムですが、現在3番手の渡辺亮がファーストスラップ9秒5、葛西は9秒6、対してトップ久野は9秒8というようなベストタイム。さあ、これはベストタイムだけ、ペースだけ見ていくとトップ久野が苦しいという状況になっております。久野に対して今1コーナー葛西が動いた、葛西が動いた、そして2コーナーから3コーナー、ここでも渡辺を狙っていく、渡辺を並びかけていこうとしています。しかし5コーナーで入っていった。これでトップ3オーダーが入れ替わります。
さあこれで3番手にドロップの久野ですが、11コーナーあたりから一気に渡辺との距離が広がってきてしまいました。何かあったんでしょうか。トップ争いは葛西、そしてその後ろ渡辺、先ほどは渡辺にかわされた直後すぐ渡辺に刺していこうかというような動きを見せていた久野ではあったんですが、セッター3で一気に前2台と距離が空いてしまいます。さあそして高木ではここで渡辺がついに葛西を捉えて、この決勝レースようやくトップに戻ってきました。トップに立ってきました。ブリーダーが入れ替わりまして、 PRD のこの決勝レース残り2周となります。さあしかし今ここで戻ってきたタイミングで3番手久野正志が49秒399とファーストストラップを更新しながら再び前2台に近づいてきます。先ほど離れてしまったのは何だったんでしょうか。さあ再び近づいてきました親方。これでレースがファイナルラップ、先頭にファイナルラップ2番手葛西、3番手久野。さあ5コーナーでは久野がブレーキング勝負、葛西のインサイド飛び込んだ、これで1つポジションを分けて2番手、もう1つ届くでしょうか。バックストレートへと入る渡辺、久野、そして葛西。なんとか守りきったセクター3、渡辺亮が今シーズン3勝目、3連勝で飾ります。2番手に枠の3番手葛西、そして今川島もチェッカーを迎えていきます。 PRD アバンティ決勝レース終了です。